ストーンズ京本大我とジェシーの差がくっきり。問題が貴様だ。田中樹も呆れる SNS 事情納豆キムチご飯とヒゲ炎上の意外反応。ストーンズの京本大我21月6日放送のラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で、昨年12月24日にアカウントを開設した X、旧ツイッターについて、田中樹28に突っ込まれていた。今年は京本にとって20代最後の年になると語り合った後、話題はメンバーが個人アカウントで開設した SNS に。京本に続いて、ジェシー27がインスタグラムを1月1日に開設したとし、彼らしく面白いことをすると思っていたら、むちゃくちゃおしゃれな世界観だと称賛。京本もギャップがあって良いよな、と同意した。さらに田中は、インスタグラムをきっかけに、ジェシーはモデルの仕事が決まるかもすると、問題が貴様だよ。と京本の X に矛先を転換。クリスマスに納豆キムチご飯を作るとポストしたり、プロフィールに、2024年は X の王になりたいと記載していることに、アイドルの面白すぎるの禁止、とダメ出しした。また、X のヘッダー、プロフィール上部の画像について何が良いかアンケートを取ったとき、カッコつけ京本写真が一番多かったが、カオスソルジャーやトマトという奇妙な選択肢にも少なくない票が入っていたと指摘。京本のファンはカッコ良さだけでなく、面白さや日常の軽さを求めていると、呆れ気味に笑った。普段の言動通り、カオス感たっぷりな京本の X と対照的に、おふざけは一切なく、スタイリッシュなジェシーのインスタグラム。しかし、投稿では、最近、生やし始めたヒゲをめぐって賛否が分かれ、コメント欄でファン同士の小競り合いが起きていた。これは、懐の広いストーンズファンには珍しいことだという。どんなに滑ってもギャグを連発するおふざけキャラのジェシーですが、トーク番組で、緊張しいなんですよ、こう見えて、と告白しているように、もともとは人見知りでナイーブな性格なんです。C ファンは、よく言うと、真面目でガチめな人が多いようです。それもあって、つい熱くなってしまうんでしょうね。一方、京本ファンは、唐突にラジオで結婚報告の練習を始めるなど、暴走気味でカオスな言動に慣れきっていて、とっても懐が深いんです。どんなに意味不明なポストを X でしても生温かくコメント欄が荒れることはまずないですね。芸能ライター、坂上五郎。京本とジェシーのキャラとファンの違いが、二人が SNS を始めたことで、はっきり分かった。とはいえ、どちらの投稿もファンを大いに喜ばせており、今後、どんな投稿をしてくれるのか楽しみだ。本気を出したジェシーの美しさ、